特別なことをしていらっしゃるんですかえぇ、ー、特別なことは何もしていませんが、健康には気をつけています。いつもよく食べて、よく寝るようにしています。それだけですかそれに、毎日5キロ歩くようにしています。1, 1> 原恵子さん、目がきれいですね。どうしたらそんなにきれいな目になるんですか目ですか 私はあまり長い時間、本を読んだり、テレビを見たりしないようにしています。それだけですかそれに、一日に何回も遠いところを見るようにしています。そうですか。2, 2原恵子さん、手がきれいですね。どうしてそんなに手がきれいなんですか手ですかいつも手袋をして寝るようにしています。それだけですかそれから、 重い荷物は持たないようにしています。3原慶子さん、素敵な声ですね。どうしたらそんなに素敵な声になるんですか声ですか毎朝、歌の練習をしています。それだけですかそれに、外から帰ったとき、必ずお茶でうがいをするようにしています。そうですか。ありがとうございました。 はいもう一回聞きますかはい、先生もう一回お願いします。はーい、あかりました。4番。女優の原恵子さんはいつも何にどうやって気をつけていますか<ー> 原恵子さん、お元気ですね。何か特別なことをしていらっしゃるんですかええ特別なことは何もしていませんが、健康には気をつけています。いつもよく食べて、よく寝るようにしています。それだけですかそれに、毎日5キロ歩くようにしています。1。1> 原恵子さん、目が綺麗ですね。 どうしたらそんなにきれいな目になるんですか目ですか私はあまり長い時間、本を読んだり、テレビを見たりしないようにしています。それだけですかそれに、一日に何回も遠いところを見るようにしています。そうですか。2<に>原恵子さん、手がきれいですね。どうしてそんなに手がきれいなんですか手ですか いつも手袋をして寝るようにしていますそれだけですかそれから重い荷物は持たないようにしています三。原稽子さん、素敵な声ですねどうしたらそんなに素敵な声になるんですか声ですか毎朝歌の練習をしていますそれだけですかそれに外から帰った時必ずお茶でうがいをするようにしています そうですかありがとうございましたはいじゃあ聞いていきますよはい1番をまつろじのマリーさん1番目と D と H です目ト D と H はい

ビート F ですビート FF はい三番を<ー>平本ちゃんさんはいこえ みんな合ってますね間違えた人目もしてください。はい 飲もしましたかまましたはーいしますはい、えー、5番ですねき聞きます5番男の人はプールへ行きました注意を聞いてどうしますか例 皆さんにお願いしますプールに入るときは十分な準備運動をしてから入るようにしてください準備運動をしないで入ると危険ですそこの人準備運動をしましたかあすみません 1, 1皆さんにお願いします 30分に1回ぐらいはプールから出て休むようにしてください。長い時間水の中に入っていると、体に悪いです。そこの人、もう1時間も入っていますよ。はい、わかりました。2<に>皆さんにお願いします。 危ないですから、プールの周りは走らないようにしてください。そこの人、急ぐと危ないですよ。はーい。3<ン>皆さんにお知らせします。プールは6時に終わります。5時50分にはプールから出るようにしてください。そこの人、 あと５分ですよ。はい、わかりました。はい、いいですか？わかりましたか？はい、いいです。じゃあ１番は聞きますね。１番。ええー、モルテンフーンさん。う、はい、ん？ 声が小さい B です B? はいはい、はい、じゃあ2番を、えー、0プラス九州トゥクサ<ア>はい、えー、3番ハイライトソンさんはいいいですどっち 3番はい、e、いです。E、はないいわなよ。<あ> A と B。A、A、A でした。はい、<laughs> e はいい、e、ですね。はい、じゃあ次です。はい、こ1番やります。聞いてください。 第37課1番高橋さんは会社の人と話しています。高橋さんに何がありましたか例高橋さん、何かあったんですかええ、部長に叱られたんです。残業するなと言われたんです。それは大変でしたね。 残業するなと言われても、忙しい時は仕方がありませんよ。そうですね。1, 1> <laughs> 高橋さん、何かいいことがあったんですかええ、実は渡辺さんに映画に誘われたんです。へえ<ー>。新しい韓国映画のチケットをもらったと言っていました。それは良かったですね。ええ。2, 2 何かあったんですか実は部長のお宅に招待されたんですへえ、森部長ですかええ、あまり行きたくないんですけどまあ、そんなこと言わないで、きっと楽しいですようん、そうかもしれませんね 3, 3> <laughs> いいことがあったんですか部長に呼ばれたんです、そして新しい仕事を頼まれたんですよ アメリカで始めるんですえーすごいですねアメリカに転勤ですかええ二年ぐらいの予定ですがおめでとうございます頑張ってくださいえ、ありがとうございます4、はあ、何かあったんですかええ実は昨日渡辺さんに結婚を申し込んだんです一緒にアメリカへ行こうと言ったんですが行きたくないと言われて そうですか。残念でしたね。うん、また、どこかにきっといい人がいますよ。はい、どうですか。もう一回聞きますか。少し難しいですね。はい、もう一回聞きます。はい。第三十七課。一番。高橋さんは。